さあ、扉にね、一応さっきね、道中で拾った石板があるんで大丈夫だと思います。そう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 。ああ、よかった。これでもう開くじゃん。さあ、この上でもうほとんど最上階じゃないかい？ちょ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 い。あんな打ってないか気になる。ムムーこら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 。ちょっとバトル白熱しない。おーい、もう、トップメンバーで争うな。そうそう、なんで大魔王になったの？そうだよ。そうそう、なんでトランプは大魔王になったの？させられたのか？それは、僕は、バナナ工場の作業者だった。あ、HP バナナさえくれてたね。前にたくさんの HP バナナを作ってた。このまま一生バナナを作り続けるのかな？あ、でも工場ってそういうことありそうだな。このまま一生俺は、これで働くのかな？みたいなのあるよね。本当にそんな人生でいいのか、なんか闇深いな。闇深いよ、なんかちょっと、現代社会みたいになってる。そんなこと考えてた時に、あの声が聞こえたんだ。力をやろうと。お前を偉大な存在にしてやろうと。僕はその声にそそのかされて、開けてしまった。禁断の箱を。黒い何かを飛び出して僕に取り付いた。あいつが魔王の呪いが、もやもやしたやつだったね。体を奪えた僕はあんな姿に。邪悪な大魔王姿に変わっていた。あれ？寝てる！聞いてる？聞いてないな。大変だったね。ところで、今魔王の問いついてるのは大賢者なんだよな。大賢者、岩田社長。僕の恩人だよ。その大賢者様が、一応認識はされてたのか。なんかいるぞ。なんかいる。でかいのがいるぞ。びっくりした。うわー、なんか懐かしい。超カネピョンじゃん。カネピョンがついに超になって帰ってきたが。じゃあ、消毒で。いきまーす。さあ、やる気だわ。これやる気だ。いくぜー。シャイニングドーン。いや、まだ？マジか。耐えるのか。あ、いや、まだ耐えるの？メガファイヤー、ドーン。マジ？結構耐えんじゃん。うわ、強っ。ちょ、強い。お互いがかばい合ってるけど、思いの方が強かったわ。見えるか？ワンチャンここで終わる。1、2、3！ まだだ！トランプ！僕が作った HP バナナをどうぞ。HP バナナ工場で働いてるからね。え、あとどんぐらい？超カネピョンが思いのほかさ、攻撃力高すぎるんだ。あ、終わるわ。シャイニングで。いきまーす。おーい、今日やる気多いなぁ。シャイニング！よし。いや、下手なボスより強いんだけど。さあ、イベント4人で来たけど、まあ5人か。あー、忘れてたー。そういや、エルフの、ちょっと待って。攻撃エリコ、メルティア、ケンシロウ。ケンシロウだけなんか彫りが深いな、顔の。あら、またなの？え、そんなあ、わわ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 わ。え、3、結構いっぱい。ケンシロウ弱視。なあ、ケンシロウ弱視って。またかよ。あとは小池ルルがいる。メルティア着地。あら、かわいい。かわいかったり、掘り深かったり、結局小池ゆり子は何？カエルなのね。横から始末したいっすね。リリア様がエクスプロージョンやって、自分がシャイニングで、ケンシロウ。ケンシロウ強いんかな、やっぱ。あ。おー、し、オッケーオッケーオッケー。どんぐらい？シャイニング！いやー、まだか。さすがに横も強いな。てか、メルティア長女がそっちなんだね。三女がやっぱそこに残るんだね。あ、そうか、バリアから入るか。まあ、しゃあね。それはボス戦やもんね。何？新しい技？オーデコロン。オーデコロン。ん？鼻をつまんだ。あー！あれか。鼻ってあんの？お前ら鼻あんの？はい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 。小悪魔の甘いささやき。甘いささやきの全体版なんだ、オーデコロン。あー、結構だな。どうする？うん、それやじゃない。何、石だけ飛ぶ。さすがに回復出ようか。そりゃーじゃねえよ、そりゃーじゃ。キワオールで。あ、おー、光が満ちる。キワオール、よしよしよし。まあ、そこは、ここはさすがにそうでしょ。リリアとアンナがやってくれるから大丈夫。ちゃんとリリアとアンナが稼いでくれば大丈夫。爆薬クラスコ、これでジャッジソースを倒れてくんないかな。
弱視が硬いな、思いのほか。手が早いや。ケンシロウ弱視仕留めた。ケンシロウ弱視、覚悟なさい。何すんの？でもだいぶ出るんじゃない？二人傷つけた。ダブルスラッシュ！あー、なるほどね。クール。いいよ。大きく息を吸い込む、やっぱあるか。てか、目がやらしいな。大デコロのせいで目がやらしい。あ、しゃしゃしゃ、そうそう、それ、HP のいっぱいあるから。ありがとう。ストレアじゃねえか。少なくともストレアとか言って石投げんのはやめてくれ。3点お前。あ、いいね。非常攻撃か。小池ルカ、あ、HP はそんなに変わんないんだ。じゃあ行きまーす。非常攻撃、せーの。よいしょー、513! 513? なんじゃそりゃ。大デコロン強え。大デコロン強えなー。513出た、いよいよ。ケンシロウ、ありがとう。あ、意外とこいつらの HP そんな大したもんじゃなかったのか。なるほどね。3体閉じたけどどうしようかと思ったけど、いや、オーデコロンがいい。ミアルカちゃん頑張ったじゃん。3人いっぺんに帰ってきたわ。あー、もう3人いっぺんに、ちょっとケンシロウ元々のなんかさ、ガタイがあるんだけど。なんだろう、この、うふふ。よかった。ふぅ。大魔王パワーアップしちゃったのね。超魔王、岩田社んですか。超魔王め、超魔王になって、超魔王なんだよ、それはもう。小池、超魔王じゃないの。あなたが頑張れよ。ふん、頑張って。どうか、拳で、村で待ってます。負けたら許さないからね。それぞれなんか個性がすごいな、やっぱり。こういう光景見たらもうさ、やってほしいこと、ただ一つだよな。ああ、いや別にそんなことしなくてもいいんだよ。多分やってくれるから。リディア様が。やって。アンラの行動。アンラの鼻息。そっちがアンラの鼻息じゃない、ハイブ様だ。アンラの鼻息。そんなアンラ鼻息すぐないよ。ふわーん。あ、そっちになったか。僕が大魔王だった時。うん。魔王が考えること、少しだけ分かったんだ。そうなの？魔王目的って何なの？そうだね。多分人間たちを苦しめること。ああ、魔王の心は、人間の憎しみ、嫉妬、そして怒り、人間の悪意溢れてた。うわ、放っておけないね。それだけ聞くとね、僕の責任だ。あいつの裾に乗ったせいで。大丈夫、任せて。僕はやっつけるよ。うん、ありがとう。その前に。そんな中ね、アブさん3度目の襲来。アブさんなんでここで3回もおんの。もはやアブさん、あなたラスボスですよ、これじゃあ。あー、なんだ。同じようなもんじゃん。楽勝楽勝。さあ、1問目。いや、でもね、うわ、狭っ。よっぴ。動体視力なんかよくあるじゃん。なんか横から通ってくやつ。でもこれやって分かっちゃうからね。一瞬だけでも人は情報をね、分かるもんなんだよね。狭っ。小池。小池って。さすがに分かる分かる。動体視力やっぱ分かるんだな。すごいよな。でも人間の動体視力だよな。はい。アイスクライマー。顔の色が青だったからね。配役した身、あのね、似たような、全く同じ顔じゃなければ大丈夫だな。そうそう、ミーが足んないと適当に穴埋めしとった時代があったからね、わかるわ。同じミーがいたからね。そういうのじゃなければ大丈夫かな。あ、来たー。一番上に、ワープホールができたね。いきます。いよいよだよ。この塔は、魔王が怪物に作らせたんだ。天空から人間たちを見下ろせるように。天空？ずっとずっと上の魔空間と呼ばれる場所。超魔王は魔空間にいると思う。そしてこの先は魔空間への道。よし、行こう！ん？魔空間は呪われた世界。普通の人間じゃ耐えられない。僕はこの先には行けないよ。そうだよ、お前石投げてるだけだからあんま使えないよ。
そっか、今までありがとね。石投げとったけどね。こちらこそありがとう。魔王のことお願い。仲間もいるけど、あんまなんか寂しくないな。え、ああ、何特にイベントもなく、ああ、いったおー、スーッと。うわー、魔空間だ。魔空間。いろいろだ。あ、あれだ。ミーのパーツが浮いてんだ。ミーのパーツがいろいろと浮いてる。魔空間よく見たら、3DS の時あんまわかんなかった。なんだこの空間。わー。目、鼻、口、メガネ。これって、誰かの顔から奪ったの？超魔王、なんてひどいことを。やめさせよう、こんなこと。うわー。うわー。結局トップベンツが揃っちまったやん。スペースゴブリン。確かに宇宙服みたいなの着てるわ、よく見たら。さあ、シャイニングに耐えられるかどうか、DPS チャック。いくぜ、シャイニング。ああ、さすがにね。でも200弱しかいかんからね、リリア様と同じぐらいの火力は送料も燃費悪く出せるのか。あ、でも350ぐらいしかないのか。じゃあリリア様が仕留めて終わりだね。はい、バイバイ。この3人で仕留めちゃうんだもん、大体。隕石。俺の知ってる隕石ってこんなだったら、みんななんか隕石って言っとったけど、隕石ってこれやったんか。そうか、隕石ってこれやったのか。初めて見た現物、隕石っていう現物を。うわーお、270出た。メガファイヤー。145。あら、ティラが手助けやったらもういけるわ。ティラの攻撃でだって100ぐらいでしょ。ほら。最後の戦いが近いね。そうだね。ごくり。アンラ、そうだね。思い残したく、ちょっとか、言っておきたいことはない？アンラ。ティラ、実はね、アンラ。やっぱりやめた。気になるな。へへへ。この旅が終わったら、ちゃんと言うね。なんでよ、アンラ、ウィンクして。お前、あざといぞ。アンラ、よし。アンラ、お前、あざといぞ、言ってることが。いや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 、宇宙人。いよいよね。宇宙人来ましたからね、いよいよね、宇宙人が来たのはびっくりするわ。隕石とかなんだかんだ言っとったけど、結局、シャイニング。98。カスみたいな口がね、優しい。え？ちょっとやめろって。アンラ。何をしとるか、優しいじゃねえんだよ。こんなところでそんなことしなくていいんだよ。即時攻撃してくれや、むしろどっかの誰かさんみたいに。ボスにも即時攻撃してたのに、あいつ。優しいじゃねえよ。そうきたか。さすがに助けてるんだからいいんだよ。あ、何？魔空間のまがましい空気の中だけど。今夜はパーティーでーす。前夜祭。そんな前祝いする必要性ってある？前祝いかよ、まさかの。アナたちの旅終わりが近いね。そうだね。まあ、本当に終わりかと思うよ。そうだね。え、終わっちゃうの？超魔王をやっつけたら、ミートピアに平和が戻るはず。そしたらこの旅はおしまい。やだやだ。花々で寝たくないよ。リリア様ってそんなキャラあったの？アナも嫌だな。ねえ、ティラ。旅終わったらどうすんの？ん？モンバトでもやろうかな。どうしよう。後で考えたらいいんじゃない？今はとにかく、超魔王岩田社長と戦いに備える。そうだね、集中しなきゃ。では皆さん、来るべきミートピアの平和に。乾杯！